病室の中です。人工呼吸器をつけて患者さんが今治療に当たっているところです。今日の重症患者の病室です。こちらの病院のコロナ専用病床は20床。札幌市の感染拡大で現在すべての病床が埋まっていて、一時的に2床増やしている状況ですが、保健所からの入院者の受け入れ要請が絶えない状況だといいます。1週間前ぐらいに取材に見えた時と比べても、さらに逼迫度合いが増していまして、コロナの陽性の病床は満床ですし、札幌市内で現在実質的に稼働しているコロナ病床は405床、9割埋まっている状態が続き、市は480床まで確保することを目指しています。道内全体でもおよそ400床増やし、1809床確保する方針です。一般の救急医療が入院するようなベッドがかなり制限されていますので、普通の医療が回らなくなってきていると思います。そうなりますと一般市民全体にその影響が及んできますので、ぜひですね、皆さんも感染対策をしっかりやっていただきたいです。一方、市内の内科クリニックでは、症状が出たのは一昨日、だるさが出て、味覚嗅覚障害はないですか？発熱が続いたため PCR 検査を受けに来た女性です。大型連休前から発熱した人や PCR 検査を希望する人が殺到していて、一般患者の診察に影響が出ているといいます。何日か前から熱が出てて、この間どうして発熱外来行かなかったのって聞いたら、聞いたんだけど人数制限で入れなくて断られた。発熱外来ファーストコンタクトでかかれるところ自体がもう完全に崩壊してきてるのかなっていう感じはありますね。クリニックで PCR 検査をするには電話予約が必要ですが、予約せずに駆け込む人が急増、問い合わせも相次いでいるといいます。一番今困っているといえば、毎日のようになる体調不良の人たちの外来の電話を断るってことですね。一般の患者さんいっぱいいますから、それを断るのが本当は苦しくて、本当に大変な状態だなと思いますね。